Hi everyone, this is Imran. Thanks for watching. 英語英会話一日一言。Today is Q11. Q001. Okay? Q001 is My boyfriend is moody. My boyfriend is moody. Okay? Do you know what this means in Japanese? Please think for 3 seconds. Okay, では答えです。答えは私の彼は気分屋です。です。私の彼はムードがありますではありません。私の彼氏は気分屋ですという意味です。OK? じゃあ一度発音やりましょうか。My boyfriend is moody.My boyfriend is moody.、Okay? 軽い感じで言いましょう。My boyfriend is moody. もう一度いきましょう。My boyfriend is moody.OK?、Okay?そして今日の表現を覚えるにあたって、My boyfriend、実際にそうであればこのまま覚えてください。でもそうじゃない場合だったら、実際に皆さんの前の気分屋な人を思い浮かべて、その人の名前をここに入れてください。例えば、田中さん。田中さん is moody. Or Mr. 田中 is moody. Okay? Or my boss. でもいいですね。実際に実在する人物で、自分の周りにいる人で作ってください。例えば、my boyfriend じゃなくてもいいんですけど、Tom。Tom っていう友達が特にいないのに、Tom is moody って覚えておいてもよくわかんないんですよね。その場では覚えてるんですけど、後になると確実に忘れます。Okay? 英語の表現を覚えても、習ってもなかなか覚えられないというのは、大体これが理由です。なんかよくわかんない。Tom とか知らない人で例文作ってるから、自分にそんなに関係がない内容で例文作ってるからです。例えば皆さんの上司。でもいいし、田中さんでもいいんですけど、田中さんが実際に気分屋な人だったら、田中さんと会うたびに、あ、he's moody って心の中で思いますよね。Okay? そうやっていくと、どんどん蓄積されていきます。Okay? 皆さんの生活がちょっとずつ英語が入ってきますね。そして少しずつ英語に置き換えられていくので、ぜひ例文を作るときは、自分の周りにいる人とか、自分の周りの環境、状況に合わせて例文を作っておくようにしてください。そうすると、その状況になったときにその英語を思い出せます。Okay? Alright, so please remember English vocabulary and English phrases in that way. Okay? Alright, thanks for watching and I'll see you in the next lesson. Alright, see you, bye!